いやこれ意味あるの一応ガバーン持ってもらえますか。なんでちっちゃいし上汚れてるしさ。ハロー、どうも今回もマイキーが来ました。イエーイ。またこれが現れました。危ない、危なくない、危なくない。サメの歯。違うサメの歯だったらだいぶ丸いじゃん、うん、なんだ詳しいね。まあそれぐらいは。どんな化け物から取ったんですか。あ、戦って違うモンハンじゃん。あ、やっぱりオンラインモンハン毎日やってます。いやいやオンラインフロンティア G いやクロスぐらいまでやってた。おお、プレイステーション4版やりました。ワールドやってない。絶対面白いじゃん。うん、だからああ、ということで紹介してくれる道具はこの中に入ってますか。はい、漫画で使う道具。漫画で使う道具が基本的に入ってるんですよ。まあゲームボーイとか。いや入ってない。3DS はこの辺に。筆ペンですね。今日は筆ペン。インクはすでに入っているペン。あ、もともと入ってましたけども、それは空なので。じゃあ今は空だけど、インクはすでに入っているペンは買えるんだ。うん、という会社ですか。ペンテルさんかな。お、かっこいい。ペンテル、ひらがなで書いてある。ペンテル、かっこいい。どんな種類の筆ですか。太いとか。ああ、それは普通の中字かな。中字っていう種類があるんだと思いますけど、サイズ書いてあったかな。FP5F とか。それ、あ、でも極細。一番細い。ああ。ちっちゃい。どういう店で買えるんですか。こういう。普通に文房具店で買えます。こんな感じ。おお。何かかっこいい文字を書いてもらえますか。かっこいい文字。字書くの大変だよ。こういうところでバレちゃうんだよね。字が書けないとか。そんなに字上手じゃないから。やっぱりだから漫画。いやなんかまあそこね微妙なんですよ。絵が上手い人は字も上手いっていう説もあるんで。ああ。まあそれで言ったら僕は絵が上手くなっちゃうんだけど。じゃあインクはもうなくなったからインクに入れて、あ、さっき入れたものをも見せてもらえますか。はい、これは普通のインクですね。まあ一応こういうパイロットの製図よ。うん、でもう一つはお水。はい、水入れてるだけの。これはただ水をその空っぽになったパイロットインクの瓶に水を入れてるだけです。普通の水道から取るお水で、これ入れなかったらどうなるんですか。単に筆を洗ってるだけなんですけど、インクだけにつけておくとだんだんこれ固まっていって硬くなっちゃうんで。ああ、水で定期的に洗うっていう。うん、じゃあ一番かっこいい文字。一番かっこいい文字あるかな。語気の後ろは点だよね。点ですね。ああ、やっぱえ、令和今のやつ。いやもうなんかいろいろ令和めんどくさい。お願いします。ぜひ。めんどくさい。令和どうだったっけ。令和ってどうだっけ。これでしょ。わあ、長すぎた。持ち方は普通のペンと同じように書いてます。ちょっと我がバランス悪い。いやこれ意味あるの。一応我がバランス悪い。持ってもらえますか。なんでちっちゃいしさ、上汚れてるしさ、めっちゃウケてるやん。そこだけスクリーンショットしていろんな面白いものを入れる。無駄に俺が広まっちゃうじゃない。神話になる。神話にならなくていい。こんなさっきの持ち方の話で、こうやってなんか書道みたいに持つと何か有利あるんですか。ああ、いや横の角度だけだと出しにくい形とかがあるので。ああ、書道の時は基本的に僕はまっすぐ持つみたいなことを習ってたんで。ああ、それの癖があるっていう。そういう持ち方で何か文字を書いてもらえますか。何がいいですか。冷凍。え、冷凍。冷好きだな。フローズン。と難しくないかな。お、でもレイは似てるね。だから同じようなのばっか言うなと思って。微妙に違うから比較しやすい。かっこいい。で他に、まあ、漫画とかなんかどういうものを描くときに筆の方が使いやすいですか。昔は髪の毛のベタフラとか木の葉っぱとか、描くのに使いましたね。じゃあぜひそういう動画も一応こういうそういう素材はこの前ちょうど書いたので別の動画でぜひ教えてください。筆の使い方、こういう茂みとか木の葉っぱとかの描き方お願いします。ということで、もう漢字書いただけじゃん。はい、ぜひ他の動画も見てください。登録お願いします。Thank you, Mikey.